ね、もうすぐお正月だね。お嬢さん？お嬢さんじゃない、お正月。お醤油？お醤油じゃない、お正月。お食事？お食事じゃない、お正月。お食事？お食事じゃない、お正月。しいたけ？全然関係ないじゃん。しいたけは全然関係ないじゃん。なんで？お正月だから、今日はお餅つきの準備するんだって。お餅つくを、お餅つくを。ねえねえ、なに？どうやってやんの？知らない。知らない。こうやってんのと、こうやってんのは、なに？だから、お餅つくおきは、こうやってやるのと、こうやってやるのとが、いるでしょ？どういうの？うんとね、こうやって、よいしょ、よいしょってやるのと、こうやって、おいちょ、おいちょってやるやつ。お餅つきは、餅つき機に、もち米を入れて、そしたら、機械が、赤ちゃん！なに？赤ちゃん、びっくりだよ。びっくり？今日の赤ちゃんおかしいよ。おかしい？夢が壊れるよ。ねえねえ。なに？きにゃことにゃんこどっち好き？にゃんこかな。なんで？きにゃこの方が美味しいじゃん。きにゃこは、こにゃっぽいもん。にゃんこは、どろっとしてるもん。前に、きにゃこ食べて、咳が止まらなくなった。きにゃこには、食べ方があるんだよ。食べ方？そしたら、咳は出ないよ。ほんと？ほんと。じゃあ教えて。いいよ。じゃあ、赤ちゃんに、にゃんこの美味しい食べ方教えてあげる。にゃんこの？うん、にゃんこ。じゃあ、にゃんこときにゃこ一緒に食べよ。いいよ。